北朝鮮の反発も予想されます朝鮮半島有事を想定したアメリカ軍と韓国軍の合同軍事演習が今日から始まりました韓国の前の政権は南北融和を重視し規模を縮小していましたが 今回は4年ぶりに大規模な兵力を投入した本格的な野外訓練が再開されました。